グッドバイワールド。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日はこちらのグッドバイワールドというゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、一応体験版ってなってるんですけど、まず体験版をプレイしてみてから実況するかどうか決めてほしいみたいな作者さんのご意向がありましたので、体験版からやっていこうかなと思っております。こちらのゲームはですね、2人のクリエイターが紡いでいく物語になっているみたいで、プログラマーの子とグラフィッカーの子が出てくるみたいです。こちら、ストーリー重視のゲームとなっているみたいなので、私にぴったりじゃないのかなということでやっていこうかなと思います。目の前の現実、忘れてしまった思い、2人のクリエイターの物語ということです。では早速やっていきましょうか。初めからというか本編だね、本編と。んこれ何で、んあ、はいはいはい、これ Z で進むのね。 OKOK。 んシャープ1。世の中には本音を隠すバカがいる。心の内を明かすことで、ダサいとか、頭がおかしいとか、そう思われることが耐えられないのだ。そのくせ頭が悪いから、いつか誰かの目に留まるところに、こっそりと本音を忍ばせたりする。これは人間らしくていいですね。そうなんよね。本当だったら一人で誰も見えないところで、こう、弱音吐いときゃいいんだけども、ちょっとね、誰かに見つけてほしい、気づいてほしいっていう本音があるから、そこをちょっと紛れ込ませちゃったりするのが人間ですよね。っていうか、可愛いな、この子。それこそ本当に、ダサい人間のやることだと、私は思う。人間って、まあ、ね、完璧な人ももしかしたらいるかもしれないけど、そういう完璧じゃないダサいところが人間らしいんじゃないかと、私は思う。このゲームの導入を否定してしまっているか。やっぱ考え方は人それぞれだからな。グッドバイワールド。いやでもエモい始まり方するね。いや、対戦よろしくお願いします。てかこのオープニングのね、このタイトルの BGM めちゃめちゃいいな。なんかちょっと海外感、ハワイアンみたいな感じがする。2017年3月。話は4年前に遡る。ということは2021年の話なんだね。あ、そうだった。これ Z で進めるんだった。まだ私とカニちゃんが、カニちゃん！私カニ大好き。カニちゃんが出てくるの？嬉しいな。カニちゃんっていう女の子かな？専門学校に通っていた頃の話だ。ゲーム画面みたいな。ブロックス。そう、もうここゲームしなきゃいけないのね。移動、わあ、ちょ、ばば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 。移動を、ジャンプは上、ブロック破壊が Z、設置モードが X、ほいほいほい。で、調査モード、あ、違う、設置モード中がカーソル移動、これ、ブロック設置 Z、OKOKOK、X で、やり直すは Z と X 長押し。まあ、とりあえずやってみっか。BS ってどれ？ん？あ、バックスペースね。バックスペースで説明書閉じんのか。へえ。はい。
敵はいるけど、これどうしたらいいの？踏んで、あ、これ当たるだけで死ぬのか。オッケー。避けなきゃいけないのね。はいはい。頑張るよ。これでいけるやろ。おい。ゴール！やったー！時間かかったー！操作に慣れるまでめちゃくちゃ、時間かかったけど。これはゲームの中のゲームですな。おい、カニー。あ、カニーちゃんがカニちゃんなのね。話し合いをする気はあるのか？これ男性の声だな。話し合い？私はただ。どっちだ？これ真ん中でゲームしてる子がカニーちゃんか？で、今喋ってたのが左のおっさんか？自分が納得できるゲームを作りたいだけです。この人と一緒じゃ無理ってもう分かってるんで。これ以上話し合っても意味ないですよね。そもそも、今回の課題の目的はだな。チーム制作のスキルを身につけるためで、コンテストに向けて制作するけど賞を取ることが目的ではない。ですよね。分かってますって。それでも、妥協した作品でコンテストに挑みたくありません。そうは言ってもな。失礼しまーす。ピンクの可愛い子来たな。課題の提出に来たんですけど。今取り込み中だからそこで待っててくれ。あー、わかりました。すまんな。とにかく、チーム制作で衝突は必ず起こる。話し合って解決できないのか。この手前にいる子全然喋らんね。お下げの子。お、ゲームしまった。わかりましたよ。このドット絵、ただイラストを縮小しただけですよね。見栄えを良くするために修正したようにも見えないし、ちゃんと要望通りに描いてもらえますか？私にあなたのこだわりを押し付けないでもらえますか？やっぱり無理です。どうしてもドット絵じゃないとダメなのか？ダメです。さっき来たピンクの子か？ちょっといいですか？てか、これあれか。最初に、一番最初にモノローグ喋ってた子か。はじめまして。イラスト学科の熊手です。学科が違うんで喋るのは初めてですけど、新旧制作で表彰されてたカニーさんですよね。まあ、はい。ドット絵描ける人を探してるんですよね。それ、私に任せてもらえませんか？それに先生、そこの人と私が交代すれば、課題的にも問題ないですよね。お互い都合がいいなら問題ないが。私は構わないです。こんな自己中な人と一緒にやりたくないんで。私もドット絵のゲーム作りたいんですけど、時代遅れだって却下されちゃってて。カニ、どうするんだ？ドット絵、描けるんですか？自信はあります。あ！ちょうど提出しようとしてた課題に、ドット絵の作品もあったはず。
カニーさんが判断してください。私にドット絵が描けるかどうか。こうして私たちは一緒にゲームを作るようになった。喋ってる人が口パクパクするのすごいし、ドット絵こだわりすぎてて、もうめちゃくちゃすごいんだけど、すでにこのゲーム。2021年4月。専門学校を卒業した私たちは、就職しない道を選んだ。二人だけでゲームを作って生きていくと決めたからだ。しかし現実は厳しく、ゲームを作る時間よりも、バイトの勤務時間ばかりが増えていった。おっと。お、出た、また、ブロックス。なるほど。やってこう。海っていいよね、それな。潮風が目に染みる。やっと操作方法、あれ？あ、今の砂になっちゃってダメなのか。なるほど。海っていいよね、そうね。こう、こうか。アクションゲームだ。これ全然ならんのね。砂ブロックは、そうだよね。設置しても。しかも下に落ちるぞ。ああ、やばい。でも、これ壊すにはここ壊すしかなくね。おお！敵が。敵が潰れちゃった砂に。かわいそうに。はい。で、これで、あ、落ちちゃった。あ？お！鍵はゲットせねばならんだろうな。助けてくれ。アクションゲーム下手すぎ問題。なるほど。ほいほい、これでクリアだね。ほいっと。いやー、むずい。これクリアするのにめちゃくちゃ時間かかるわ。やったぜ。こういうゲームを作ってたってこと？あ、違うか。でもこれは普通に持ってるゲームなのか？おい。お。あ、店長か。あ、店長、お疲れ様です。これ怒るでだろう。これバイト中だろ。何やってんだ。何って。ゲームですけど。お前さ。ふざけてんじゃねえぞ。面接の時から気になってはいたが、ここまで常識のない奴と、すいません。一体どういうつもりなんだ？お客さんいないときは自由にしてていいって。だからゲームしててもいいのかなって。言い訳するな！相当怒り心頭だよ。だって一言叫んだだけで6回も息切れする人なかなかいないって。まったく。ゲームクリエイターだかなんだか知らないが、一般的な常識ぐらい持ったらどうだ。お前みたいなやつを
なんていうか教えてやろうか。社会不適合者って言うんだよ。苦しい。こういう時って、どうすればいいんだっけ？そうだ、猫だ。にゃー、かわいいね。これで大丈夫。何が？猫を想像すればちょっと気が紛れるってこと？落ち着け、私。おい。ゲームが売れなくて金に困ってるから、バイトなんかしてるんだろ？お前みたいな人間が何か作ったところで、誰も相手にしないんだよ。聞いてるのか！もう、いいです。それはこっちのセリフだ！もう首でいいんで、怒鳴らないでください。カニちゃんのバイトが続かないというのも、生活が困窮していた理由の一端だった。まあ、いるよな、たまに。ちょっとずれてるなって子は。シャープ3、同日。ゲームを完成させるたびに、カニちゃんは自信をなくしていった。単純にゲームの売れ行きがあまり良くなかったからだ。無理もない話だ。やばい、また来てしまう。ブロックズ、むずいんだって。はい、やります。頑張ります。うわー、暗い。こっちに何かある？おお、周りをよく見て進もう。ああ、こっちはまだブロック壊せないもんね。こっちにも行けるみたいだね、じゃあ。洞窟は暗い。そうね。で、こっちも、一個じゃ行けないから、まずこっちから行くってことだね。オッケー。設置モード。ほい。こっちでなんかいっぱい集めんのかな？あ、そういうことだわ。で、ちょっと待ってよ。で、今のところも多分3つくらいないと進めないから、で、ここでブロック壊して、こっちに2個置いて、ダメだ。あ、わかった。で、こうすんだ。で、こうすれば2個でいける。こう。で、こう。なるほど。下に降りちゃったから。ま、ちゃ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 ね。え、これクリアできなかったね。やばいな。いや、シンプルに下手でクリアできなかったんですけど、私。あれ、カニちゃんなんでいるの？あ、一緒に住んでんのか。おかえり。今日バイトだったはずだよね。ああ。合わないからやめた。また？だから私には向いてないんだって。
仕事とか人間関係とか。さあ、もうあんまり余裕ないって分かって言ってる？分かってるよ。すぐに次探すって。そんなことよりあんたのシナリオ読んだよ。どうだった？魔王に誘拐されたお姫様を救うお話って。どうなの？昔ながらのゲームって感じでいいと思うけど。今時さ、誰が魔王からお姫様を助けたいって思うわけ？じゃあ、どういうのならいいの？そりゃ、もう、思いもよらないタイミングで主要人物が死んだり、どんでん返しがあったり、メタフィクションだったり、そういうのじゃないと話題にならないって。話題に、ね。そもそもゲームをさ、物語の添え物みたいに扱うのってどうなんだろう。最初に言ったのはカニちゃんだよ。次はストーリー重視のゲームにしようって。そうだけど、このまま作り続けたって、古臭いゲームにベタなストーリー、作る意味がないゲームが完成しそうだよね。もしかしてさ、また一から作り直そうとか考えてない？話題になるとか、作る意味がないとかさ、昔はそんなこと気にしてゲーム作ってなかったよね。当たり前でしょ。今は仕事なんだから。仕事としてゲームを作り始めてから、カニちゃんは変わってしまった。ギスギスしてんね。体験版の話ここまでなの？マジか。うわー、気になるね。これはもうウィッシュリストに入ってるんですよ。早くリリースされないかな。結構もうギスギスしてるし、ドロドロしてるし、もうなんか人間の闇を感じるゲームで、私すげえ好きなんだけど、すごい本当にゲームの方めちゃめちゃ私苦戦したんだけどさ。てか最後のステージ私クリアできなかったけど、もうクリアの仕方は分かったんだけど、めちゃめちゃ下手でクリアできなかったんだけど、これカニちゃんはカニちゃんでさ、その社会不適合者みたいな感じで、いろいろ自分の中でうまくいかない部分とかがあって、こう一番何がやりたかったのかとか、何をしたかったのかっていう志を失っているように見えるし、クマデちゃん、これはクマちゃんなのかな、クマちゃんは、なんだろう、明るい感じに聞こえてたし、その一緒にゲーム作れるなんてみたいな感じでさ、すごいワクワクしてる感じがあったと思うけど、やっぱそれもこういうカニちゃんの部分とかが見えてきて、イライラを隠しきれてない感じがすごい人間らしくて、この短い体験場の中でも二人の人間らしさがすごい出てて、これからどうなっていくのかっていうさ、もうやってる側を引き込むようなストーリー、すっげー好きだわ。
早く続き出ないかな。作者さん陰ながら私応援させていただきますので、楽しみにしてます、製品版ってことで、また、機会があったらこちらのゲーム実況していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。オーツピオでーす。ストーリーに没入しすぎて全然実況できんかったわ。本当にただの朗読実況みたいになっちゃった。